こえてる？もしこれが未来からのメッセージだったら、びっくりするかな？指揮官にだけ教えるね。パニシングがない未来のナナミの物語。ナナミは今、綺麗なビーチにいます。信じられないでしょ？パニシングのない自由な世界なんだよ。未来ではみんなが笑顔を浮かべているの。機械隊のみんなも人間と同じで、ナナミの友達になれた。でもナナミがどんなに頑張っても未来では指揮官の姿がないの。でもナナミは諦めない。暗闇の奥深くにいるあなたを必ず見つけるから。そしたら次は指揮官の番だよ。弓切り弦満。指揮官、絶対にナナミを見つけてね。続いては